Okay, ready? Here we go!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  Alright! よし、じゃあ海入るぞ。水着になってないじゃないか。さあ、早く水着になろう。ちょっとドカブリ、私の T シャツとタカトさんの T シャツドカブリ、ヘアルックになっちゃった。嬉しい。さあ、今日の車中泊スポットはこちらですね。オンザビーチ。うん、引っ張る。埋まっちゃったん？そう。これ埋まっちゃったん？アクシデント編です。あ、いけるいける。オッケーオッケーオッケー。あ、いけそういけそう。あー、それか今。よし、頑張れ。ダメか。あー、ダメだな。うわー、ダメだね。前しかないね、やっぱね。あ、じゃあ押す？ちょっと真ん中にも見やすいでしょ。いやー、無事脱出やったね。無事脱出よかったね。パパの車脱出。ハイエース最強かっこいい。それではスタック救助乾杯したいと思います。やったぜ。救助、救助、無事救助、やったぜ。ハイエース最強ってことで。さて、今回の基地セットアップ完了。かなり広くね、使えます。今日来てる人たちはほとんどいないですね。メインやもね、出てくる時期で使わせてくれます。そして今日は新しい仲間がいます。ネネです。ネネです。ヤッホー。海はどうですか？あなたの人生で多分最後になるであろう海体験楽しみましょう。オッケー。海といえば焼きそば、いただきます。母ちゃん作ってくれた。
させていただいてます。メインフロント、スペシャルなこのポイントで今回は居酒屋バンライフ、アフターサマーということでね、夏休みが終わらない大人たちが集合してます。かっこいいからだよ。一人？マジで？一人であのバスでかくね？そうだろ？ワンダフルデイズ、お父さんも到着。イエーイ。あいつは、ここだけをどう調理していただいたか教えてもらえますか？ここだけの、あ、いいね。これで本当のここだけですね。食べましょう。潮騒を聞きながらジントニックおしゃれいただきます。イエイエイエイ、ジントニック乾杯。さあ、居酒屋バンライフアフターサマー、これは何ですか？パンツ色のメガネかけろ。なんでブドウ出すんだよ今の手で。さあ、夏休みが終われない大人たちが今夜も集っております。居酒屋バンライフ。ねえねえ、お前も楽しんでるか？はい、小鳥さん、いかがですか？おいしい？ご飯食べましたか？ひなたは。居酒屋バンライフアフターサマー、宴は始まったばかりです。もちろんよ、ずっといるよ。楽しみましょうね。ビーチでやるのが私たち流ですね。この波の音もううるさいでしょ、波の音。そんなロケーションでシャチアクをしたくて、ずっと一緒にいてくれてんのよ、さっきから。そうだよ。ねえ、かわいこちゃんがいてくれるなんてこんなラッキーなことはないわけよ。朝です。朝5時です。釣りの人だらけですね。やりましょうか、サーフィン。サンライズ。あ、スミとネネが並んで顔出してる。かわいいネネ。おはようネネ。あ、葵もいた。みんな集合。おはようちゃん。おはようネネ。すっかりお前はトレーラーの中で快適に寝てましたね。あ、おはよう。今回もドローンが出動しました。新品になって帰ってきたやつです。なんとなんと、双子ちゃんたちが見てください、これ。天然パーマさん大好きって書いてある。これ、ありがとう。 I love you too。 さあ、妻はランチを作り始めました。ウインナー。本日のお品書きこちらとなっております。すごい。ちょっと見て見て見て、これすごい。あっちゃんのブラザービートダンス余興もあります。すごい、締めまであるのね。素晴らしい。素敵素敵、こんなのまで用意していただいてる。すごい、居酒屋バンライフ。あの名ばかりで一切居酒屋感のない居酒屋バンライフにようやく居酒屋感が出てまいりました。こちらが燻製マシーンが、スモークくん。うおー、チーズ。チーズ、下がって、うずら。うずら。いやー、うおー。熱々、熱々だよ。
いただきます。めっちゃ美味しい。本物、お店で食べるやつ、すごい美味しい。うわ、美味しい。よいしょ、もう1ラウンドいただきます。さあ、佐々木家燻製シリーズ、今回はうずらとチーズ。気持ちいいですか？はい、楽しいね。いや、最高ですね、海。まだまだ僕らの夏は続きそうです。居酒屋バンライフアフターサマーでした。セットアップ完了。テネパーマチームは出発いたします。またね。それでは居酒屋バンライフアフターサマー、この辺でおしまい。閉店ガラガラ。ありがとうございました。また会いましょう。さあ、今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。最後にですね、こちら弁久さんからご提供いただきましたトレボロ U っていうね、 Bluetooth スピーカーを紹介したいと思います。てってれー。弁久といえばね、PC 用モニターでね、すごく有名なメーカーさんで、皆さんもよくご存知かと思うんですけども、この弁久はですね、本気でポータブルスピーカーを開発したらしいんですね。なので今日はね、こちらをじっくりと紹介していこうと思うんですけども、このトレボロ U ね、このスピーカーを今回のビーチ車中泊に持っていったので、運転中の特徴的な使い方、それから屋外でのね、使用感についてレビューしてみたいと思います。まず最初にね、なんでバンライファーの僕のところにこのスピーカーのね、レビューのオファーが来たかというと、このスピーカーの、まあ、一番の特徴でもあるんですが、声に特化していて、走行中のさ、うるさい車の中、車内でもラジオのパーソナリティの声とかね、それからカーナビアプリの音声とか、特に声にね、フォーカスしてはっきりとクリアに聞こえる独自のチューニング技術っていうのを搭載しているということなんでね、早速使ってみました。その機能を使うにはね、この本体にあるこの安心モードというボタン、ポチポチポチ、これね、この安心モードのボタンを押しても設定できるんですけども、今日はね、分かりやすく専用アプリがあるので、そのアプリを使って操作方法を紹介したいと思います。まずは起動ボタンを2秒長押し。はい、こんな感じで電源が入りました。そこでアプリを接続したいと思います。はい、このね、トレボロ U のアプリを立ち上げます。すると、まあ、自動的にね、そばにあるトレボロ U を、探して接続してくれるんですね。来ました。今ね、バッテリーの残量一番左側にあると思いますけども、これ 56%。 実は届いてからもうね、2週間以上経っていて、ちょいちょい使ってるんだけど、1回のチャージでまだね、半分ぐらい残ってるんですね。だいたいね、フル充電で12時間使えるそうです。なかなか長持ちですね、バッテリーも。さあ、次にね、この音声モードね。これ音声モードが音楽モード。次にね、動画学習モード。はい、次にこのライブ学習モードっていうね、3パターンがあります。これを状況に応じて変えることで、このスピーカーのね、特徴的な音質を作って使えるそうなんですね。これね、アプリのデザインもね、すごく可愛いデザインだし、UI 設計もよくできているので、すごくね、操作性も高くて使いやすいですね。それではね、ここで安心モードのボタンを押します。ポチッとな。はい、そしたらね、
まず自分の正面に今置き直したんですけど、スピーカーを置いて検知開始ボタンを押します。音量調節が完了しました。もうね、できました。これ何をしたかっていうと、まずね、自分とスピーカーとの距離をね、自動計測してくれるんですね。さらに周囲の、環境音、それから騒音っていうのを検知して、音域周波数っていうのを自動調整することで、今いるここの環境で一番ベストな音量だとか音域設定っていうのを自動調整してくれるというものになってます。実際にはね、距離はね、ここで出ました50センチからね、100センチの距離で使うといいみたいですね。そして環境音量は結構静かなところにいるねということを判断してくれて、最適な音量は7っていうふうに、ね、なってます。なので実際にちょっと音楽をかけてみると、はい、こんな感じでですね、自分の今いる環境に応じてベストなね、音域設定っていうのを調整してくれるので、これがまあ車の中であると、車のまあ環境に合わせた音域調整っていうのをしてくれると。この独自チューニング技術で小さい音とかね、小さい声もすごくはっきりとね、聞こえるように調整してくれるそうです。これね、動画で音質とかを伝えようとしてもね、その皆さんが見ているパソコンだったりとかスマホだったりとかっていう風に、デバイスにね、依存してしまうんですね。なのでその音質の変化っていうのをこの動画でお伝えするのはすごく難しいので、まあ、僕のね、実際に使用してみた感想をね、お話ししようと思うんですけども、確かにね、この声の輪郭がくっきりしてね、すごくね、聞き取りやすくチューニングされます。特に走行中の車内で運転しながら、例えばさ、オーディブルみたいな朗読アプリだったりとか、それとか僕ね、よくね、一人で運転してる時とかね、 YouTube の学習系動画、ビジネス系動画とかね、ああいうのを耳だけ聞くっていうことをやってるんですけど、そういうのを聞くときにこのスピーカーを使うことで声がね、圧倒的にくっきりと聞こえるようになるので、こういう使い方にね、すごいマッチしてるんじゃないかなって思いました。次にね、実際にビーチで車中泊した時に屋外での音楽用のスピーカーとして使ってみたね、感想ですね。この場合は音楽モードっていうのにすることで、低音から高音までバランスが取れたね、すごく厚みのある心地よいサウンドをね、楽しむことができます。ところがこれね、最大音量がね、全然ちっちゃくて、屋外でちょっとね、大きい音で楽しみたいなって時には少し物足りないかなって感じてしまったのが本音です。ただすごくね、クリアな音声で、あの、綺麗には聞こえるので、まあ、室内で使う分には全然問題ないと思うんだけども、今回みたいなビーチの車中泊とかでね、ちょっと周りに人もいなくて大きい音出したいなって思った時は少し物足りないところがあるかなと思いました。そしてね、このスピーカーの最大の特徴、例えばね、ズームとかのオンラインミーティングとか、それからオンライン英会話とかやるときあると思うんですけども、そういうときに特化したライブ学習モードっていうのがついてるんですね。最後にね、オンライン英会話をやっているうちの息子にね、実際にその英会話の授業中にこのトレボロ U 使って、授業やってもらいましたので、感想をね、聞いてみたいと思います。 Avi, nice to meet you, Avi. How are you today? I'm good. Hello, Miss Jones. Hello, Miss Jones. Goodbye. Goodbye. See you later. See you later. Avi さん、いつもイヤホンマイクでレッスンしてたじゃない？今日このスピーカーでやってみたけど、どうですか？聞こえた感じ？まあ、音は良かった。どう？発音とか聞き取りやすかった？うん。すごくわかりやすかったかな？うん。はい、というわけで、ベンキューさんからリリースされました声に特化したポータブルスピーカー、トレボロ U をご紹介させていただきました。でね、最後に、僕からの、本音の一言を言わせてもらうと、もう少しね、価格が安いとみんな購入しやすいんじゃないかなっていうふうに思います。以上、ベンキューから出たポータブルスピーカー、トレボロ U のご紹介でした。